てしまったか。おじさま。アドルか。彼はアルマがこの世に使わした救世主なのかもしれんな。父様と母様がアドルお兄ちゃんをこの島に導いてくれたの。アドルお兄ちゃんがこの島に流れ着く前に、私父様と母様の夢を見たの。その時父様や母様と一緒にアドルお兄ちゃんもいたの。その時は意味がわからなかったし、怖かったから黙ってたけど、きっとあれは。そうか。それにしてもいいじゃん、よく頑張ったな、偉いぞ。そんな、姉様とアドルお兄ちゃんのおかげだよ。いいしゃったら。さあ、二人とも明日からは忙しくなるぞ。え？アルマの遺跡が失われてしまったのでな、復活させねばなるまい。そうね、おじさま素晴らしいわ。でもゼメス島はなくなってしまったし、場所はどこがいいかしら。わしに案がある。ここ月の渚のほとりはどうだ。まあこの近くに救世主アドルが流れ着き、また去っていったこの月の渚を新しく聖地に定めようと思うのだ。どうだ、二人とも異存はないか。いい案だと思います。ここなら私たちの村からも近いですし。私もここは大好き。ならば決まりだな。ここにいたか。オード族長、エレシア人たちが新しい神殿のことで話があると村に来ていますが。ん？予定よりも随分と早いな。今行くから待っててもらってくれ。丁重にもてなすんだぞ。わかったな。おじさま？ん？そうか、言ってなかったな。あのバスラムとかいう男がな、カナンを離れる前に遺跡の建設をぜひ手伝いたいなどと申しておるのだ。アルマの遺跡が崩壊した責任の一端は自分にもあるとは、殊勝なことよ。そうでしたか。でもおじさまったらちょっと嬉しそうですわ。しかしその見返りに、カナンとエレシアとの貿易の独占権をよこせなどと言い出しかねん男ではあるがな。あの、私にも手伝えることあるかな。まあ手伝うだなんて他人事みたいに。アルマ様だけではなく、父様や母様もお祭りするのよ。私たちが作るのよ。ね、いいしょ。私ったら、ごめんなさい。よくぞ言った。それでは戻るとするか。エレシア人たちの気が変わらぬうちに、な。おじさまったら。